何かを求めて戦場に来る者、その日の飯にありつくために引き金を引く者、そして硝煙と死臭の中でしか生きられない俺。ここは神の住処じゃない、ただの瓦礫の山だ。スコープドッグとは、アニメ、装甲騎兵ボトムズに登場する、ギルガメス軍のミッド級 AT なんだ。愛称は、昔っからスコタコである。ボトムズ、いや、今やボトムズシリーズでは、主人公キリコ QB が愛用しているほか、登場人物の多くが、スコープドッグの改造機や派生機で活躍したんで、装甲騎兵ボトムズの顔と言ってもいい AT である。キリコ QB とは、とんでもなく無口で、重要なセリフをモノローグや脳内でしか語らない困った主人公。ツイターだなが、脳内ポエマーである。その描写があまりにもかっこいいのでみんな真似するんだけど、素人がやると中二病臭くなること受け合いだー。スコープドッグは、全高4メートル前後のロボット兵器なんで、初登場以来、2分の1や実物大で、現実の板金工や造形作家がたまに制作したりしてニュースになったりしたもんだよ。劇中では、主人公のキリコがかなり強いんでかっこよく見えるんだけど、たびたび乗り捨てては新たに入手してるんで、消耗品という描写が際立っていたものだよ。キリコが好んで使用するのは、単に乗り慣れているからだしねー。敵としては、それこそ大量に登場して、大抵蜂の巣にされてパイロットともどもやられていくんだけど、ボトムズではそれが当然なんで、V ガンダムのようにトラウマになったりはしないのだー。さてキットですが、当時の値段は300円でした。48分の1キットは、傑作と名高い24分の1や35分の1の陰で、地味に発売されていたビギナーズ向けのキットである。300円という低価格なんで、関節の一部をオミットして、各部を簡略化しているのが特徴なんだ。キットの出来は、いまいちという表現よりも、味があるという表現の方が好ましいねー。宝のボトムズキットは、重心の低い潰れた感じが素敵。ボトムズフリークも、それに慣れ親しんでるんで、等身の高いバンダイの20分の1キットは小綺麗すぎて、ちょっと違和感があるんだよね。まあ、出たら買っちゃうんだけどねー。このキットのいいところは、低価格なのにパラシュートザックがついていることで、ジオラマを作るのに重宝したものだよ。この仕様のスコープドッグは、今ではドロップキャバルリーなんて呼ばれちゃってるねー。メルキア軍工科部隊で使用される強襲用の装備で、パラシュートだけでなく、ヘビーマシンガンのマガジンやテントもついてるんだー。当時はこのキットにお手製のパラシュートをつけて、近所の自殺の名所から落としたりしたもんだよ。後ですんげー怒られたんだけどねー。